夢は二人でおばあちゃん雑談動画。こんにちは、すずです。今日は親へのカミングアウトの失敗談についてお話ししていこうと思います。これは動画を撮り始めようと思った理由の一つではあったので、少し長くなるかもしれませんが、いろいろお話をする前にやっぱこれは話しておこうかなと思ったので、ちょっとお話をしていきたいと思います。カミングアウト、親とか友人とかね、会社の人とかに自分のセクシャリティとかを話すっていうことになるんですけど、今そうですね、ちょっと 2,3 年前までは LGBT って盛り上がってたけど、今度はね、また裁判があって少し批判的な意見とかが多くなっているので、センシティブな内容かもしれませんが、一体験談として聞いていただいて、それぞれ何か思うことがあれば胸に秘めていただければと思います。現実として私はここにいて、こういう人間が一人世の中にいるということですね。はい。カミングアウトをしたのは、11年ほど前になります。じいさんと付き合ってちょっとぐらいかな。年齢もあったので、自分の兄弟とかも数年で結婚とかって話になって結婚式をしてたので、それぐらいと同じ時期に自分もカミングアウトして、少し理解がもしかしたら得られるかもしれないと期待しつつ話をしました。っていうのもテレビでね、結構その同性愛について語っているニュースも全国ニュースでね話しているような時期だったので、もしかしたらっていうのとか、やっぱり YouTuber も増えていて、YouTuber 憧れのロールモデルというかね、そういう人たちもいて、そういうのも引き合いに出せばなんとかならないかなと思って話をしたんですけど、やっぱりちょっと父親に言うのは少し怖くて、私の父親っていうのがちょっとも他界したんですけど、会社の重役をしてまして、でいろいろな理由があって伝えにくかった、あとはあまり多分同性愛について好意的ではないと思ってたので、母親に、あとは同性だから理解できしてもらえるかなと思って、でお母さんに話をしました。で、家族全員の場所ではなく、お母さんと二人きりでいる時に話をしたんですけど、一旦は受け入れるような仕草をしたんですけど、泣きながら私は話をその時当時はしていて、泣きながら話すくらいだったら本当に好きなんだろうけどねという前置きをして、テレビでは見るし、東京とかでは普通かもしれないけど、そこだけの話だから田舎は違う、国は認めてないし生きてけないでしょそんなのっていうふうに言われて、そこでお話終了でしたねそっからもう本当に会話っていう会話にならなくて、私も当時この自分の母親から言われたこの言葉に返答することができなくて、黙ってたんですけど、そこに加えてですね、結構これショックで未だに覚えてるんだけどお父さんには結局母親の口からも言われましたけど、お父さんが会社で重役だから悪い噂が立ったらいけないし、私の口から怖くて言えないからっていうふうに言われて、これ多分一般的に LGBT 以外の人は多分考えることなんだと思うんだけど、それにあんたたちが2人でセックスしてるのを想像できないと、親から言われたくないじゃないですかこんな言葉でもそれを言われて、今考えると恐ろしい言葉を言われてるんですけど、当時は私も頭が真っ白だったので、否定されたんだな、否定されてしまったな、どうしようっていうぐらいだったんだけど、もう
今考えたらありえないこと言われてるなって思いますまあまあ、うん、反対派の意見の人たちの多分意見を真っ向から母親に言われた感じですね。うん、でまあ私たちのために別れなさいと、まあ、親のために別れなさいっていうことをまあ最後に言われて、で別れなさいねっていう言葉が結構、私たちのために別れなさいねっていう言葉が結構私はずっと引っかかってて、で実家から帰る飛行機の中で LINE に本当に別れられるのと、私たちのために別れてねっていうメールが再三と来ていて、でまあそれを結構ずっとなんでこんな引っかかるんだろうなっていうふうにずっと思いながら、分かったって返信はしたんですけど、そっからずっと別れないで、別に別れないままずっともやもやと考えてたんですけど、でも考えた結果私が好きな人の話をしたと、まあ結婚相当ですけど、結婚したい相手の話をした時に、まず男女であれば、どんな人なのって聞くじゃないですか。まあまあ女性同士って言ったところで、ショックを受けてっていうところはあるにしても、どんな人なのっていうことを一言も聞かなかったっていう部分と、どんな暮らしをしているのかっていうことも聞かなかった、ただ私のどんなセックスしてるかの話をされたっていう部分と、まあ、母親の立ち位置、父親の立ち位置ですよね。自分たちの保身の話っていうのをされて別れなさいっていうことだったので、ま、納得が全くいかなくて、まあ、同性同士って厳しいわよなら、まあまあまあそこも、まあ、飲み込んだ上で話し合いをしますとは言うんですけど、なんかその反対された理由がもう根本的に私は納得できなくて、でも別れる必要ないだろう、 まず親のために別れる必要はないだろうと、まあ、再三その前に親のために結婚しなきゃっていうのがあって、私はチーと付き合う前すごい婚活とかめちゃめちゃしてたんですけど、親のために婚活をしてたんですね。で苦痛で苦痛で仕方がなくて、子を産むためにとかね、親のために、家族のために、親戚のために頑張ってたんですけど、私の生き方ってなんだろうみたいなになってたことがあったので、まあそれも含めて親の恩返しってなんだって考えた時に、それは同性でも多分恩返しはできると思うんですよ、それ以外でも。まあでもいろんな意見があると思うんで、それは違うっていうのはあるかもしれないけど、こう見せるのがそれは一番いいと思いますよ。自分の子供、血族の子供をね、見せたら喜ぶんだろうなって思うけど、でもなんか そこまでの感情になるまで愛されてるっていう実感がなかった、私は。で、まあ、悶々としながらずっと付き合ってたんですけど、悶々とというか、まあ家族は家族、私は私ってそこで一回区切って考えてたんですけど、最近というか、まあ、うん、私の父が亡くなって、ちょっと早かったんですけどね、まあ、亡くなった時に、まあ、罪悪感もあったんです、ずっと。結婚してくれと、で実家に帰ってきてくれって言われてたし、子供を見たかったろうなっていうのはすごく思います。だけどそれを叶えられない自分は、まあ、一体何なんだろうと考えたことはあります。でもまあ亡くなっちゃって、で亡くなる前に、まあちょっとだけ元気だった時に二人だけで本当に話す機会があって、でもともと私は父親と一緒に話す機会ってほとんどなかったんですよ。お父さんが逃げちゃうというか、会話っていう会話があんまり成り立たない娘と父だったんですけど、まあ私が工具というか、まあ、男趣味なのでちょっと工具をいじってて、まあ何々の工具ないって聞いた時に、その工具を探して、まあ、出してくれて、で私が作業するのをずっと見てたんです、お父さんが。でそのお父さんが、お前のことはやっぱよう分からんわと
言われた時にショックと同時に、なんて言うんだろうな、私の作業をずっと見てくれてたっていう、なんていう安心感があって、結構私は満足してしまっていて、それぐらいで満足するぐらいの関係性だったんですけど、まあそれでもなんかいろいろあると思う。父親がもしここにいたらいろいろ思うと思う。それでも私は私の道を選ぼうとその時に思えた瞬間がそこだったんですけど、で、まあ、お父さんがいなくなったことで私の中での風ってもう会社だったんですよ。母親に言われた通り、親の保身であるその世間体っていうものが崩れたわけですよ。もうそこに関係なくなるので、父親がいなくなるから。で、母親だけになったところで私を一回母親に伝えているし、そのもうどうでもいいやっていう気持ちが結構強くって、他の兄弟も含めて家族全員に7年付き合ってるとまだ別れ、一度母お母さんには話をしたけど別れてないし、この先も付き合うつもりでいるっていう話をしました。まあいい年だからもう勝手にすればいいと、兄弟とかはそう思ってまあ好きにしたらって言ってたけど、お母さんはふてくされてましたねあんたたち別れてなかったのって言われて、うんって答えたら、そうって言って、そこから話してないですね。うんっていう、なんかあんまりいい関係ではないまま今に至るんですけど、今に至るというか、まあそこで初めて家族に全員にカミングアウトして、でそうですね、親戚とかも含めて結構親戚ぐるみというか、かなり大所帯な地元の付き合いなので、私の実家はなので、やっぱり親戚のおばさんとかからも、いつ結婚するのとか、彼氏いるのとか、もうそろそろ実家に帰ってきなさいとおばさんから言われたり、なんだろう、近所のおばさんというかね、お母さんの友達のおばさんからいろいろ言われたりとか結構していたので、まあ、全部そこも崩壊したような感じなので、あれからちょっと実家に帰っていないのでわからないんですけど、まあそういうのがあり、やっぱり自分の中では結構やっぱりショックがあったというか、まあ否定されたショック、家族も好きにしろっていう風にまあ投げ出されたというかね、祝福はまあされなかったという部分で、やっぱりものすごく不安定になったんですね、自分自身が。もうなんかなんだろうな、家族がいないっていう感覚っていうのが、まあ、恐ろしく孤独になったというか、まあ、守ってくれる人がいない状況、地位はいる、もちろんいるけど、でもな、根本的なその自分の生まれみたいなものに対しての不安っていうのがあって、そこで私はカウンセリングに行くようになったんですけど、でカウンセリングに行って、で親との関係っていうのを初めてそこで見直すきっかけになったんですね。どういう子供時代を過ごしていたとか、まあどういう会話を親としていたのかっていうのを改めてそこで考えた時に、自分が想像しているより悪いものだったんですよね。その親から言われた言葉だったり、まあさっきのカミングアウトで言われた言葉もそうなんだけど、まあ毒親までとは言わないと思います。もうどうだろうな、すごいグレーゾーンといえばグレーゾーンなんだけど、あまりやっぱり自分の性格のお話もちょっとしたんだけど、引っ込み思案というか、まあ、暗い性格なんですけど、まあ、そうに至った原因ってやっぱりあったんですね、話を先生としながら話している時に。で私は親にものすごく依存していたし、親も私に依存していた、共依存プラス家族の中で一人劣った人間がいると成り立つんだって、家庭って。一番下がいることで円満になる
なっていたっていう家族構造をしてたんですよ、私の家の中では。でその対象が私だったんですけど、兄弟が仲いいんですね。兄弟めちゃめちゃ親とも仲がいい、明るい性格でものすごい明るいんです、うちの家って。で人付き合いもすごいし、それこそなんかみんな生徒会長みたいなやれる人気者みたいな兄弟がいる中で私だけだったんです、暗いの。だから結構なんでお前はそんな暗い性格なのかっていうのは言われてたんですけど、まあそういう関係で私の家は成り立っていて、成り立っていたらしく、まあだから私のせいじゃないというか、私は私で自由に生きる権利があるよっていうのをそこで、まあ、何ヶ月、1年行ってないですね、半年くらいカウンセリングに行きながら理解、自分自身で理解したところがあって、でその心の自立っていうのかな、もっと多分みんな10代20代のところに自立して立っていくんだろうけど、私はずっと心が自立していなかったので、まあ、このカミングアウトは完全に失敗をしているんですけど、まあ、社会的にも別にね認められていない関係だから個人の自由じゃないみたいなところなんだけど、それを私は受け入れることが自信を持ってできたっていうのは、親との関係をカミングアウトで失敗したことによって改めて見直すことができて、私は私一人の人間として自立できたという結果に至ったっていう感じですね。で、このお話をまあするまでにやっぱり結構な精神的に悩んだ時期があって、それ同性愛だからだけではなく、私の家族とも関係としてとか人間関係、自分の性格っていうのも含めて、すごい悩んだというか、振り返る時間はとても長かったと思います。で、初めてのカミングアウトからはもう11年っていう期間が経ってるんですけど、まあ、ただこの失敗、初めてその断られたというか否定されたことによって、自分自身の内面と向き合うきっかけになり、まあ父が他界して、で、まあ、家族全員に話したことによって、また一つ私は自分自身の一人、私のこのすずという私一人の生き方を考えるようになれたのかなと思います。完全に放り投げられたというか当たり前だけど、その蹴落とされて気づいた部分になってしまうのかな。もっと穏やかに蹴落とされたかったけどねまあ緩やかにではなく急速にその落ちて、私は這い上がったという感じですかね。で、まあなんだろう、その同性愛としてもそう綺麗なロールモデルでもないし、そういう生き方をしてもいないけど、一人の人間として自立できたきっかけだったと思いますし、本当に支えてくれたのはそう同性のちいさんです。本当にこの人間、私のような人間を支えてくれたのはちいさんです。なので、そこがじゃあ男だったら男だったと思うし、女だったから女っていうだけの話なんです、私の中ではね。同性愛だったっていうだけの話なんです、私の中では。本当にで今でもやっぱり親のためにあそこで別れなくってよかったなと思っているし、家族との関係っていうのはもう知らないよって言われたから知らないよって突き返すことなく、深く考える、諦めないで考えることができて、できたことも私は良かったと思ってます。それにその間ものすごく不安定だった自分を見捨てないで話をしてくれて、
いろいろとダメな部分もあるしね、それこそ社会的に攻撃を受けるあのような付き合い方ですから、この先のこともわからないし、辛い部分も多いと思います。今から付き合うってなって30代40代となればね、苦しいことの方が多いと思います、同性は本当に。それでもついてきてくれてるじいさんに本当に感謝しているし、そのことを話してよかったなと思ってます。はい、ということで今日は親のカミングアウト失敗しましたというお話でした。カミングアウトする、自分が自立していなければしてもいいと思うかなって思うけど、なんか関係ぶっ壊れるんだったらしなくて、落ち着くまでしなくてもいいなと思っています。私お父さんには結局はしてはいないし、その言われた方のショックもあるとは思いますよ。まあ育てたんですからね、そこまで育てて何言われるかっていうのでも分かんないじゃないですか子供が自分の通りに育つとは思わないじゃないですか。まあでも育ってほしいという思いがあるのも分かります。そりゃ自分が育てた子ですからね。それでもその選択を一人の人間がしたという話ですね。いろいろとこうね、話してどうなるということでもないですが、もし失敗した人がいたら、なんていうの、結構 YouTube とかもいろいろ見たんですよ、悩んでた時とかに。だけどやっぱ失敗談って少ないのと、あと失敗していても支えてもらえる人ってものすごいたくさんいる、友達がいて親戚がいてとか、なんか結構守られてるなって思う人が結構いたから、本当に孤独な人間で失敗したやつの意見聞きたいって思った時になかなかなくて、あとは恨み節になってしまうブログが多かったりとかしてたので、まあ、確かに恨んでぶちまけたい気持ちがあった時期はあるんですけど、私は親を殺したいわけでもないし、殴れるんだったら殴りたいと思った時期はありますがでも殴ってもどうにもならないじゃないですか。私の本心は認めてほしかっただから。でもその認めてくれなかったっていうのをもう今の私は受け入れているので、まあそういうなんか時間がかかって達観している意見が一個でもねあればと思って投稿しています。達観って自分で言うのもどうかなまあただ時間がかかります、本当に。人によるとは思うけど、とてもショッキングなことだから時間がかかって当然だし、恨む時間があるのも当然だし、さっき言ったみたいに殴りたいと思う時期もあると思う。そういうのも含めて最後とは言わない、きっかけが何かあれば親への感謝は出ると思います。戻ってくるというかね、親への感謝も戻ってくるし、自分自身も自立はできると思います。だけどその自立して思った時に感謝はしても従う必要はないと思ってます。それは自分の選択で親が決めることではないから、親にこうしろって言われても親にこうしろっていう権利はないと思います。それでも泣きわめく子供をあやしね、ご飯を与え学校に行かせ、いろいろあったにしろ私はここまで育っています。それはいつか伝えたい感謝の言葉ではあります。はい、感謝はしてます本当にそれでもそれとは違う感情があるのも事実です、という区切りの悪いお話になりましたが、結局やっぱスパンとこうね綺麗にならないんですよ、リアルにとてもリアルなお話で申し訳ないけど、キリが良くはないです。今でもそれでも生きてますという話でした。はい、ちょっと早口になっちゃったけど親のカミングアウトのお話でした。最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。そしてこれからカミングアウトを考えている方、同性愛の方、同性愛じゃない方、
こんな人間がいることを少し心に留めていただけると嬉しいなと思います。失敗した人は生きてりゃなんとかなります。本当に生きてりゃなんとかなるとか、生きようと思えばなんとかなります。生きてるだけではなんとかならないんですけど生きようと思ってもがけば自分のテリトリーは確保できます。広く取ろうとしなくていいと思います。自分の守れる範囲を決めればいいと思います。そして成長すれば他の人が思うように誇れるような人生を目指すのも良いと思います。それはでも本当に余裕がある人がやらなければ周りにも迷惑だしね、うん、はい、という話でした。長くなって申し訳ないです。はい、ありがとうございました。バイバイ。